皆様こんにちは、えっと、今日はですね、えっと、黒川道場の、ね、ご案内をさせていただきたいんですけどもまずは形状システムの。 道場ですということでこの2020年ですねあの形状システムに関しては、まあ、確実にまあ難化対策と書いてますけど難しくなりますとで、まあ、ちょうどですねあのー、ここ3年間ずっとこう優しい問題が続いてきたんで、まあ、今年はもうほぼほぼ100%難しくなるというふうには言われてますとでその難しくなった時にこの形状システムってかなり厄介なんですよね 厄介ななんでで点が取れないと、えー、結構 IT 業界とかにいる人でも結構全然点取れないという状態に陥るのもあるんで、えー、この周辺科目でやっぱり難しい点のは結構、あのー、一次試験に関してはかなりネックになるんでそこをですねなんとかやっぱりどんなに難しくてもちゃんと6割に近い点数ですね。あのー 70点以上はま,あまず不可能ぐらいのレベル感だとしても、やっぱりせめて6割に近い。要は50点台ですよね。やっぱちゃんとキープしておけば他の科目でなんとかカバーしてっていうふうな、まあそういう戦略が取れるんですよね。まあなのでそこを確実にやっぱりしていくための,あのトレーニングっていうのはやっぱりありますと。で、それをやってもらうっていうのがこの道場ですね、になります。なんで難化対策に特化したちょっと道場ですね、今回やっぱり急遽、あの、やらさせていただいて、で、5月にですね、あの、やりますんで、まあぜひという感じです。 でまあやる内容としてはあのー、基本的にその問題をただ単に解くっていう感じじゃなくてで、まあ、私もやっぱりこう講師になって気づいたところなんですけどやっぱり教えるつもりで学習するとすごく理解しやすいんですよ。で講師になってから私この形状システムの講師や,やり始めてでやっぱり変わったことというかやっぱ本試験の問題見ても、まあ、ほぼできると。 いう感じなんですよねやっぱ選択肢の論点が一つ一つはやっぱわかるなんか分かっちゃうっていう感じですよねなんでそれって受験生自体はなかなかできなかったのになんか講師になってから講師としての学習をするとなんかできるようになるんですよねでそこのなんかギャップに気づいてい講師として講師目線で皆さんも受験生の方々もですねその教えるようにあの学習していけば結構その選択肢って判断できると で暗記じゃないでしょやっぱり丸暗記に頼らずとかっていう書いてますけどやっぱ応用問うのがやっぱりこのやっぱり中小企業診断士の試験なんで他の科目もまあ共通ですという感じでまあ判断をする力をかなり要請するっていう感じですね一つ一つの論点を理解していって判断力を磨くそのためにはやっぱり自分が説明するんだっていう気持ちでやっていかないとなかなかそこに至らないんですよなので強制的にですねこの道場の中では もう解説を作ってもらいます。で、一回この選択肢の解説っていうのをこう書いていくような形で、ちょっと演習問題用意してきますんで、それに対してですね、あのやってることによって、反強制的にですね、反強制的に応用力を磨けるような学習がもう一日でできるという感じになりますんで、ちょっとそれをですね、ぜひやってほしいと。で、なるべくやっぱりこの5月にですね、これやるんで、それをやって、で、その、そっからですね、まあ、 試験までの間ですね。になんとかこう仕上げるという感じですね。ちょっと今回、あのー、ま、あオリンピックの影響で試験が早まってる、一次試験早まってるんで、ちょっと時間はないのでですね。あのー、まあ、早めにですね、この道場ちょっと受けてもらってって感じにはなるかなと。で、とにかくですね、あの、基本的に日程的にですね、あのー、まあ、新橋と梅田で一応やるんで、あのー、まあ、都内の方はですね、まあ、実際生講義ですね、来てもらって、で、ま、ああの、 大阪の方ももですね来ててらっっ極力やっぱり生講義がいいですね生講義がいいんでな,なんとかこう都合をつけてですねちょっと通信の方もですね普段通信ですけどという方もちょっとまあ来てもらった方がいいと思いますでやっぱ通信だとなかなかこうただ単にこ,この道場の形式的にあのー、やっぱりただの解説になっちゃうんで通信だとですね通信だとただの解説になっちゃうんでやっぱ演習のやっぱりラ,イライブルライブ的な あの演習の部分が結構重要な肝なんであのそういう意味ではやっぱり生講義でやらないとちょっと効果が発揮しにくいかなっていうのはちょっとありますがまああのちょっとまあ難しいなっていう方は、まあ、通信でもまあありますんでまあそちらでもという感じにはなりますまああの5月の日程ですねちょっともう出てるんで一応ちょっとチェックしてもらってですねまあこれはまあ形状システムですね特に苦手な方苦手な方はまああの受けてもらった方がいいかなと思ってますんでまああの言ったんですねちょっと ご検討いいいただいてという感じにはななるかなという,ふうに思いますじゃあですね、まあ詳しいところは、あの、またレックにとお問い合わせいただいてもいいですし、あの、いろいろですね、知りたいことが何かあればですね、質問していただければと思いますんで、まあこの、ぜひ道場でお会いしたいなというふうに思います。じゃあどうもありがとうございました。